著の子供向けダーークファンタジー小説主人公、グルービッチ・グレーリは、チェス好きの両親と姉を持ち、かっこよく見せるためにタバコを吸うどこにでもいるような、平凡少年である。ところがある日、魔性ロードロスによって家族が殺されてしまう。その際、ロードロスに使える悪魔、ベインとアーテリーに追われたグラブスは、初めて魔術の力に目覚め犬用の出入り口から逃げ、助かる。 悲惨な形で家族を失い精神に深い傷を負ったグラブスは精神病院へ入院後におじのダービッシュの指導により回復し彼の家に引き取られるそこでビル・イースプリーンという少年と出会ったことをきっかけに自身の家系にまつわる事実とロードロスの正体を知ることになるグレーディ一族には時として狼人間が生まれるそれに規則性はなく はっきりわかっているのは、10代のうちに発病することと、発病した狼人間を元に戻せるのはの、ロードロスだけということである。狼人間を元に戻すためには、二人一組になって、ロードロスとのある戦いに勝たなくてはならない。それは、一人は、ロードロスとチェスを五つ、同時進行で進め、三つを勝ち取らなければならず、もう一人は、ロードロスの手下と戦いパートナーに、 攻撃させないようにするというものだった。ロードロスの手下にパートナーがやられてしまえば、手下はチェスをやっているものを攻撃してもよい。つまり、手下との戦いに一人が戦っているうちに、もう一人がチェス5つを同時進行で進め、3つ取らなければならない。たとえ勝ったとしても、狼人間と手下と戦った人は助かり元の世界へ戻れるが、チェスを行った者はデモナータへ行き、 ロードロスと戦い勝たなければそのものは帰ってこられない。実は、グラブスの姉グレットはこの人道病を発病し、両親はロードロスとの戦いに負けたため、命を奪われたのだった。そして、ビル・イーも、また、人道病を発病してしまう。彼は、グラブスの異母兄弟だったのだ。ビル・イーを助けるため、ダービッシュは、グラブスをパートナーに、ロードロスに戦いを挑む。 主人公、コーネリアス・フレックは、不思議な光が見える少年で、周囲から頭のいかれた変人と敬遠されている。ある夜、光をもて遊んでいるうちに思いがけず窓が出来上がり、不思議な恋に導かれるまま、足を踏み入れ、行方不明になってしまう。数日後、その間の記憶をなくしながらも、いつの間にか一緒になった弟のアートと共に戻って、来るが、一家は、 より安心できる環境を求め、田舎の村へ引っ越すことになる。平穏な日々が一年ほど続いた後、再び窓が開き、アートが魔物に連れ去られてしまう。後を追って窓に飛び込むと、そこには世界を破壊するという伝説の武器カーガッシュと、その手がかり悪魔の盗人と思われる魔物、カダバーを追う魔術師、ベラナバスと魔術使いたちがおり、そこがデモナータだと教えられる。 カダバーニアートを連れ去られたカーネルは、魔術同盟に迎え入れられ戦いに参加するが、窓を作る能力には目覚める者の,の力が及ばず、魔術同盟のナディアと共に仲間を見捨てて、人間界へ逃げ帰る。罪悪感に苛まれるカーネルは、これを同盟から抜ける好奇と考えるナディアと、別れさいようが、点滅する光に導かれた先で、魔術同盟のメンバーシャークと若いダービッシュに出会い。 サイドでモナータの元へ行き、ベラナバスたちと再会する。ナディアを連れ戻し、カダバを追って、ロードロスの城に行き着き、本当の悪魔の盗人が誰なのかを知り、アートを取り返せないまま人間界へと帰ることになる。両親の元で、新しい生活を送るカーネルだったが、その生活は思い描いたような幸せなものではなかった。後に、自分の本当の運命に気づき、 再び両親の元を離れるのだった。主人公、グラブスは、デモナータから帰ってきたダービッシュの異常行動に頭を抱えていた。そんな中、彼らとビルイーは、映画プロデューサーのダビーダ・ヘイムラに映画作成の協力を依頼され、撮影現場へ向かい、エメットという少年と知り合う。しかし、そのエメットが突然、姿をくらました。グラブスは不審に思い、 調査するがどうもしっくりしない。そんな時、子役俳優の双子のうち、一人がいなくなった。そして、グラブスたちは、侵入を許されていない、D 工房へ足を踏み入れる。そこでグラブスは、映画作成者の一部の人たちが悪魔と手を結んでいた、ことを知る。主人公ベックは、5世紀のアイルランドに住む、自分が生まれた時から、完璧な記憶力を持った少女。 海の母はベックに名をつける前に死に、近くにいた部族、マッコン族の老戦士ゴールに拾われた。そしてこの子をどうするか論議をし、バンバという女魔術師が、ベックから魔力を感じ、弟子にすることにした。ベックは成長し平穏な日々を過ごしていたが、悪魔が襲ってくるようになった。マッコン族はこの悪魔のフォモール族と、毎晩戦い、ベックは負傷者の手当てをする日が続いた。 ある日非常に足が速く、頭の触れた少年ブランが来て、わけのわからないことを言って、少年の部族のある方角へ連れて行きたがるので、老戦士ゴール、蝶の子コンラー、双子の戦士、ローナンとローカ,ンカジアフィークナー、他部族の女戦士、オルナー・トベックトで、少年の部族へ命がけの旅に出た。この作品は、他の作品とは違いクライマックスで終わるなど、 シリーズ中でも異色を放つ作品である。スローター事件から数ヶ月、グラブスことグルービッチャ・グレーリは自分が狼人間に変身するという悪夢にうなされていた。そして魔力を持て余し、水の流れを逆にしたり自分を宙に浮かしたりできるようになり、グラブスは精神的に不安定になっていた。そんな時、家でパーティーを開くことになり、無頂点になるが、 そこでの瓶回しの最中瓶を回転、浮遊、破壊し、その破片を蝶や鼻などに変えてしまうなどの魔力を見せてしまう。そして、とうとうとんでもない事態が発生する。その夜から、グラブスに狼人間の兆しが、そして、十二スワンが、この話は語幕のすぐ直後の話から始まる。地獄と化した地上数千メートルの上空で、ロードロスに追い詰められたグラブス。 しかしそこに謎の不老者が現れ、グラブスの窮地を救う。そして不老者の隠れ家の洞窟に行き、グラブスが他のものとは違うが、魔術師であることにか割りないことや、自分の正体が魔術師のベラナバスであると明かし、そこでグラブスはカーネルと出会う。洞窟でベラナバスはグラブスに起きたことや、十二位のことをすぐにではないが、ダービッシュに、 必ず伝えることを約束する。そして向かった先の世界で怖くなったグラブスは逃げ出す。その後に、三週間洞窟で過ごし、カーネルとベラナバスが戻ってくる。その後、号幕で聞いた少女の警告らしき声や、洞窟にやってきたシャーミラにより、人間界に大変なことが起きていることを知る。今回の主人公は、ベック・マッコン。ビル・イーの記憶を借りて、普段の生活に、 だいぶ馴染めるようになったが、ベックは新たな悩みを抱えていた。それは、ダービッシュとの関係だった。ベックが、ビル・イーの考えていることが全てわかると明かすと、ダービッシュはベックを、ビル・イーの気持ちを喋る人間、としか判断しなくなった。それを助けてくれたのが、ダービッシュの親友、ミイラだった。ミイラに言われ、ダービッシュと話し合うベック。その他にも、 新しい能力に頭を抱えるベック。突然、ダービッシュを襲った危機。昔ながらの友の死。新たな敵の正体をベックが暴く。主人公のグラブスは、ベラナバス、カーネルと共に、シャドウの情報を集めに、デモナータに来ている。デモナータに来てからしばらく経ったある時、シャークとミイラが、ベックたちのピンチを知らせにやってきた。 ベックたちのピンチを救うとベラナバスたちとは別行動を取る。ベラナバスたちはシャドウの真実を探り、グラブス、シャーク、ミイラたちはダービッシュ、おじさん邸を襲った狼人間と狙撃者の真実を探りにプレイヤーティームを追う。しかし、プレイヤーティームを追ううち罠にはまってしまう。そして驚きの未来をジューニーは口にする。旧幕の主人公はカーネルになる。 物語はカーネルが目を失ったところから始まる。ベックの目の前で爆発したと思われたカーネルは、精霊と呼ばれる存在に導かれ、人間界やデモラータを離れ、アトランティスという居住可能の惑星などを渡りながら、宇宙の起源や、もともとの、宇宙はチェス板のように黒32面白32面で、できていたこと、カーガッシュの正体を知る。この球膜は、 最終巻の重幕に必要な伏線が貼られている場面がある。この作品では、二幕にのみ登場したアートやらずといったキャラクターも数名登場する。重幕の主人公はグラブス。グラブスは毎晩のように空想とは思えないリアルな悪夢にうなされていた。悪魔たちの人間への攻撃も日に日に強まっていき、戦局は悪くなる一方、もう人類に勝ち目はないのだろうか。 しかし、グラブスたちを待っていたのは意外な結末だった。基本的には、人間界には、わずかな量しか魔力はないが、窓や魔導石の周辺では一時的に強い魔力が広がる。ありがとうございます。